僕ちょっと前から気になっててですね、感染対策しなきゃなと思ったんですね。なので、マスクをつけたいと思います。マスクつけてみました。いかがでしょうか？こんにちは、メガネチャンネルです。今日はキャラクターアニメーターのサイクルレイヤーについてお話をしていきます。まずね、僕のまばたきをちょっと見てください。まばたきどうですか？わかりますか？このまばたき、サイクルレイヤーを使って作ってるんですね。ちょっと説明してみたいと思います。じゃあまずは、フォトショップの画面を見てみましょう。右目のレイヤーの中の瞳ですね。あとまばたきというのがあります。このまばたきフォルダになってますね。これを開きます。3つの絵が入ってるんですね。目が開いている状態から3段階のパラパラ漫画をレイヤーごとに作ってるんですね。キャラクターアニメーターに戻ってきました。どうですか？まばたきの動きがちょっと滑らかに見えませんか？これがキャラクターアニメーターのサイクルレイヤーになります。またフォトショップの画面です。今回ですね、マスクを作ってみました。こんな感じです。マスクをつけるためにですね、こんな風にレイヤーを作ってみました。まず静止画のマスクをつけている絵を一つ用意したのと、あとマスクもやっぱり喋ってる時、マスクがちょっと動いてないと喋ってる感じがしないなと思ったので、サイクルでマスクを4枚デザインしました。1枚目、2枚目、3枚目、4枚目という感じで、ちょっと口が動いてマスクがのシワが動くような感じのアニメーションを作ってみました。ではキャラクターアニメーターでサイクルレイヤーを利用してマスクの設定をしていきたいと思います。まずはマスクを表示させるためのトリガーを作りましょうか。トリガーパネルです。僕も表情とか仕草で結構トリガー指定しちゃってるんですけど、ここで新たなトリガーを1個追加します。で、トリガーの名前はマスクにしておきます。キーボードの設定ですね。マスクの M を入れておきましょうか。M かぶってないよね。これでトリガーのマスクができたので、この静止画のマスクが表示されるようにマスク1をこの中に入れます。レイヤーの設定なんだけど、フォルダの入れ物はオンにしておいて、マスク自体は非表示にしておいた方がいいのかな。じゃあやってみましょう。キーボード M 押してみます。出ました。できました。マスクちゃんとしてますね。今度はですね、このマスクのサイクルレイヤーが入っているフォルダを選んで、プラスサイクルレイヤーを設定します。で、サイクルレイヤーの設定はこちらです。喋ってる時にトリガーを押して、喋り終わったらトリガーを外すって形にしたいので、トリガー時にしておきます。で、レイヤーの順番は僕の場合は下から上ですね。間隔フレームなんですけど、5ぐらいにしておきますね。これはアニメーションのサイクルレイヤーのスピードだと思ってください。で、サイクルの回数は喋ってる間はずっとサイクルが動いてるようにしたいので、連続にしてみます。できました。では、もう一個トリガーを作る必要があるのかな。トリガーを作ります。で、名前はマスクアニメというふうにしておきます。じゃあ M の近くの N にしとこうかな。動かしたいときは N にしておきます。で、このサイクルレイヤーをマスクアニメに設定します。これで N を押せばマスクがサイクルで動き出すはずなんですね。じゃあまずは普通に N を押します。キーボードの M を押している間はこうやってマスクが表示されます。
あ、そっか、マスクはラッチにしといた方がいいのかな。一旦戻ります。ラッチにチェックをつけておきます。マスクをつけたいときは M を1回押せばマスクがつくような感じなんですね。で、今マスクは動いてないですよね。表示されてるけど動いてません。で、喋るときに N を押すとマスクが動いた感じにできるかなと。ちょっと押してみます。 N、 あれ動かない。あ、そうか、わかった。このサイクルのレイヤーは表示にしておいて、マスクのコマの方は非表示にしておかないといけないのかな。これで多分動くと思います。はい、録画モードの方に戻ってきました。まず M を押してマスクを表示で、僕が喋ってる時だけ N を押すとマスクが喋った感じにならない。わかりました。単純な話ですね。ここ見てください。この静止画のマスクがサイクルの上にあるんですよね。多分サイクルはしてたんだけど、マスク1で見えてなかったんですよね。これをサイクルの下に入れてみます。これでいけんじゃないかな。これで保存してキャラクターアニメーターの方に、はい、戻りました。はい、じゃあもう一度やってみたいと思います。まずマスクを出現させます。 M を押します。はい、出現しました。ラッチをかけてるんでマスクは出現したまんまです。この状態で N を押してみます。せーの、はい、動いた。やりました。動きました。 N 離します。できました。これでマスクを出現させたまんまの状態で、こんにちは、メガネチャンネルです。喋ってる時だけトリガーを発動してサイクルレイヤーをかけることができますね。いやー、よかった、できた。いや、それにしてもコマが早すぎるんで、これちょっと調整しましょう。フレーム数ですね。じゃあ8フレームぐらいにしてみましょうか。こんにちは、メガネチャンネルです。今日のメガネチャンネルはキャラクターアニメーターのサイクルレイヤーのお話をしたいと思います。いいかも、いい感じかもしんない。どうですか。はい、ということでマスクは完成したんですけれども、実はこれでまだ終わりではなくてですね、まだちょっと不自然じゃないですか。マスクを出現させるときですね、パッとこうマスクがただ出るだけなので、キャラクターアニメーターでね、エフェクトをかけてそれでサイクルレイヤー設定してみたいと思います。はい、またフォトショップの画面に戻ってまいりました。もう一つですね、このプーフというタイトルで煙のエフェクトをちょっと作ってみました。じゃあちょっと見てみましょうか。一旦マスク外しておきますね。まず1番目、で1と2は2コマずつ作ってるんで同じものなんですけど、で3番目、3と4も一緒ですね。で5番目、ちょっとずつ大きくなってます。7番目で、この辺から煙がこう分散するような感じで、だん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 小さく消えていくようなイメージで作ってます。で最後は何もないレイヤーと。はい、これをサイクルレイヤーでアニメーションにしていってみたいと思います。はい、じゃあまたですね、キャラクターアニメーターの画面で、今度はこのプーフですね、これを選択してまたサイクルの設定をします。開始はトリガー時、レイヤーは下から上ですね。サイクルは1回で終了すると。あ、で出現と合わせてこのサイクルをかけたいので、もう1個トリガーを作ります。名前は、出現としておきましょうか。でマスクの出現と合わせるならM で、ここに一緒に設定すればいいんですけど、このマスクはラッチをかけてしまっているので、同じトリガーの M を設定した状態で、こっちはラッチをかけずに1回だけで消えるようにするといいのかな。でこのプーフを選択して出現の中に入れます。はい、さあ行きますよ。じゃあ M を押してみます。せーの、はい、お、はい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 、どうでしょうか。
まあ何もないよりは分かりやすくなったかな。どうだろうこのアニメーション、この速さもね、ちょっとコントロールしてみましょうか。ちょっと速いかな、もう少し遅くてもいいかな。はい、じゃあ行きます。せーの、はい、あ、いいかも、これぐらいの、これぐらいのスピードでいいかもしんない。はいはいはい、どうでしょうなんか変な感じだけど、でもまあありかな。どう、はいはい、あー、なんかこれもうずっと押したくなっちゃいますね。アニメーション楽しいですね、このサイクルエリア。なんか自分が作った絵が動くとやっぱり楽しいよね。まあ、ちょっと微調整は必要だけど、まあいい感じかな。はい、今日の動画いかがだったでしょうか。今日はサイクルレイヤーのお話をしてみました。トリガーとサイクルレイヤーを組み合わせてマスクをつけたり、マスクが喋ってるような感じでサイクルレイヤーを使うことができます。皆さんも自分なりのサイクルレイヤーを考えて魅力的なキャラクターにしてみてください。それでは今日の動画はこれで終わりです。よかったらチャンネル登録、評価の方よろしくお願いします。ではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。